こそは日の本一の侍大将と称され、今は黒魔術の侍大将としてよみがえる末高房なり。冥界より魔界にまかりこす高房ひどまり。そしてお前は地雷屋とか言ったか。この間はよくもわしの邪魔立てをしてくれたな。わわやべ、名前覚えられちまったか。やばいやばいよ。地雷屋だ、ひどまり。はい、お前たちも始末してくれよう。しかしながらまずは出てこい、俵の通った大堀安房。
魂を抜け。ダイヤの兄。安成様。ほう、安成。お前もこの頼りない男の顔を覚えていてくれたか。それでも、安成様、お兄ちゃんだね。なんだか嫌な感じの男だな。大堀安成か。我ら大内家が大三島と戦った折に、主戦派である弟妹を見捨て、己の妻を差し出し、己の身のみを守ったのであったな。そのような弱き者がこの魔界に迷い込んだとは不思議なことよの。弟と妹か。確かに弟と妹を見捨てたかな。やそれさん、見捨てたな。確かに見捨てた。妹と弟を。え、はって、この者は何を血迷ったことを。兄上、安房の兄上です。安房、ああ、あの拾ってきた薄汚い百姓のせがれか。安房様、何ということ。安成、兄上に対して安典様とは水草でいいか。兄上でよい。兄上、一体どういうことなのです。あ、そうか、鶴は何も知らなかったか。安成と安房の秘密を。何、この嫌な展開。とってもまずい気がするぞ。父上はこんなことをしたものよ。鶴、お前が生まれた時、父安持はお前の底知れぬ能力に惚れ込んだ。そしてお前こそが大三島の神になるべきものだと確信した。しかし私は生まれつき体が弱く、早々にその器にあらずと見切られとった。しかし弟は違った。神をも超える身体能力を持っておった。そこで父は考えた。鶴が成人したとき、弟の存在は鶴が大三島の神になる邪魔になるであろうと。世の常は女子より男だからな。安成様、おやめください。良いではないか。面白そうな話じゃ。そこで父は弟をこっそり入れ替えることを考えた。そこにこの百姓のせがれを一人見つけてきた。そして弟とこいつをこっそり入れ替えた。だからな、この安房という男は我らとは何の血のつながりも縁もゆかりもない男よ。それでは、私の弟は落ち家に預けられた。その凄まじい身体能力は妹である鶴を守る剣となり盾となればよい。同じ家の者同士ならば互いに争いことも起ころうが、家臣であれば良き絆となろうね。それでは、安成は。お前の実の兄は、ほんの
う少し計算違いだったのはここの百姓のせがれが思ったより出来が良かったことよ。それとなあ、鶴、知らなかったこととはいえ実の兄である安成にお前が惚れてしまうとは。